今回は三角屋根コーヒーパンに来ちゃいましたよ。撮影していいかな。すげえおしゃれな。ポット。あ、これで腹満たせる。クソ腹減ってるんですよ今。蜂蜜食パンは絶対うまいぞ。これチーズ蜜食パン。うん、あっこからしかやらないかな。かぼちゃのチーズケーキうまそう。混んでるわ。あれかぼちゃのチーズケーキってフルーツサンドあるの？かぼちゃのチーズケーキじゃね？どう？これベーコンチーズパンかな。どっから選べんだ。はいはい、ベーコン、マヨネーズとチーズのパン、もっと1個しかない。チカソコ、チカダンスパン、もそうだね。はい、メロンパンと、あ、そっちからも選べるんですか？あ、前から。あ、前から。かぼちゃのチーズケーキ、それでいったで、それいった。飲み物、こちらのメニュー。飲み物も選べるんですね。はい、どうぞ。この辺がコーヒーで、あとはオリジナルドリンクです。季節物です。レモンスカッシュとかレモネードホットアイスがありますね。アップルシロップを紅茶かホワイトティーで、アップルシロップティー、ホットが2サイズでアイスのサイズです。あ、うまそうだな。お待たせいたしました。紅茶あるよ、ミルクティー、マサラチャイ。どうする？僕これ今日のコーヒーのスモール。スモールです。はい、レモンケーキ。これこのアップルシロップティー、ホットになさいました。ホットで。まずサイズスモールから始める。あ、スモールで。はい、だから上が紅茶で下がハーブティーで、紅茶かハーブティーで割ってお出ししてます。紅茶かハーブティー。あ、アールグレイピース。以上でよろしいですか？はい、はい、では甘いもの2点と召し上がりもの3点で2100円頂戴します。どうしよう、レモンケーキ食べるか。ご普段お持ちになってお席でお待ちください。お、クソいいじゃん。どうする？どこに座る？ちょっと横に。どうも、はじめまして。すごいぞ。この感じで、まあ、あんま揺らしちゃいけないと思うんですけど、僕は足が揺れる感じですね。おしゃれな感じで、まあ、女の子と来るったら完璧な、まあ、僕の行きつけって言っても使っちゃってもらってもいいです。ここはあのコーヒーとパン、寿司店寿司だっけ。おしゃれですねここ。まあ、おすすめは、まああのね、お母さんと来てもいいですね。家族と笑われてますけど、はい、まあ結構楽しいですね。まあ、呼ばれてるかもしれないもう。呼ばれてるかもしれないから行きましょう。どうぞ。Vlog だね、今日は。 Vlog ってなんかこういう感じ。ただいま到着しました。これ俺が一番好きなかぼちゃのケーキですね。
で、こちらはアップルシロップティーの、なんだっけな、忘れちゃったけど、これはメロンパンに帽子がね、乗ってます感じですけど、美味しそうですね。それは食べていきたいと思います。うわ、なんかお風呂の最高級のお風呂に入った感じですね。それではかぼちゃケーキいただきたいと思います。このクリームをつけて、うん、やば、かぼちゃが生クリームを超えた甘いですね。うわ、うまっ。これからトイレバカ綺麗、来たかったな、トイレ出る必要ないけど、これからいい匂いした。これからトイレの中で、まあ、夕日も まだあと1時間ぐらいあるんで、どうする、カフェ巡りか釣り行こうと思います。神社みたいなとこね、来たんで、まあここから結構いいスポットなんだよ。まあまあ恋の恋みくじを引いていこうと思いますね。今年は、いい人と巡り合えるでしょうか。いい神社来ちゃったよ。海横神社。それぞれ今日の今年の。俺もう大吉いたからこれ以上は引きたくないんだよね、あんま。ほら。恋みくじだけは引かせてもらうわ。かわいい。すげえ綺麗じゃん。すげえ綺麗じゃん、砂浜。あった。え、これ。さあ、始まりました。今年の恋みくじの時間です。シンプルにみくじ引きます。シンプルなみくじはね、俺大吉だったよね。なんで欲だし、ダメだった、こういうの目の前ここでね、目の前にあるやつを取る。決めた、俺はもう。それでは恋みくじいきたいと思います。この奥のやつ気になってたんすけど、こいつも気になったんすけど、やっぱ1番目じゃなくて2番目3番目も気になったんすけど、ここ光ってるやつ、考えすぎだ。じゃあ手に引っかかってきたやつ、それはこうやってやって、うわこいつだ、引っかかってきたこいつだ。持ち上げるか、うん、いきます。まあね、まあ2、3年、2年間くらいいないんだよね、うん、今年はきっかけにね。あ、ちょっと幸先悪いぞ。大丈夫か、いける、もっといけ、もっといけ。どうですか、見えない。でん、何、何、小吉、小吉一番動画になってはいけないものが一緒になった。32番ね、星座、水瓶座、獅子座が理想的。自分獅子座なんで、大座でもいい。まあこの方ね、 B 型が最もいいだったよ、A 型は避けるんで、あ、じゃあ B 型、そんなことまで言ってくるんだ、うん、B 型、同い年だって。で、親愛の上司、牛が羊がいいって、西か北の人がいいってことは、関西か北海道ってことね。遊園地などの楽しい場所か、まだ早いので話があれば、相手は年内に見つかるがまだ早い、英語の復習が足りないって、頑張ります。関西の B 型ということで、関西の B 型ってやだな。やだな、関西の B 型。じゃあ俺今日の今年の運勢、今年の運勢の方が大事だね。今年厄年だから俺、俺大吉出たけどね。お、いい、中吉だって。お、いいじゃん、初めてじゃねえわ。でも中吉3番目ぐらい、久しぶりに引いたわ中吉。そうなの、わかんない、なんて呼んで、中吉の次じゃないの、呼んでみ。いや、老眼だもん。今は人の知らぬ胸の苦しみがありますが、
そうなの、お前苦しみあんの今、助けてやるよ。新人してとかもうよくわかんないけど、時の車は必ず幸いを得ることです。いいじゃん、必ず幸いを得ること。うわなんか嫌だな。嫌なの今思い切りだって予想が。そう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 、物の値、ね、物の値、ね、低くなるとか書いてるし、ちょっと嫌だ。じゃあもう今言ってくれ。来たらず音信はなしとかもう待ち人、結構やばくない中吉ってすでもいいじゃん、愛し抜くことだって。うわよろし、相手の話もよく聞き自己主張を抑えよって。そんな方じゃないっすよ僕そんなうるさい方じゃないっす坊主って言われてるぞ、大戸屋に。強そう。